み神社と呼びます。え？ああ、これですか。7600万。でもしかし1415名が寄進してますから、100万は200万ぐらいですかね、1人。白庭っていうのは、うん、まあ新居林の命の、ええ、まあ、別名っていうか呼び名だっていう説もあるんですよ。なるほど。だからもしかすると新居林の命はこの辺に今日構えていたのかなと思うんですけど、ちょっと確証は全然ないですけどね。はい、ええ、で一応、まあ、ジムテンのここに来て、ええ、入る前にそう、ええ、富山霊寺、ここに書いてあるんですね。鳥神社、神武天皇が富山にて、霊寺を建て、コース天つかみを祭りて、太鼓を述べたところであります。わかりました。日本建国と同和差別部落問題と密接に関わりがあるというお話をこの後続けます。先ほど富神社にいました。富神社は、神武天皇ゆかりの神社で、神武天皇が柏原宮に即位されて、そして4年後にあそこで大城祭を日本で一番最初に開いた、いわば大城祭発祥の地の神社でありました。そしてそれが現在にこの2000年の長きにわたって伝えられ、そして現在毎年大城祭が取り行われております。そういう由緒ある神社に来たんですけど、それからちょっと少し離れたところにこの春日神社というところに行きました。この春日神社というのは特別な意味のある神社です。これは明治に入って、天皇陛下がこの地域の方々が市民平等って、市民平等ということで、我々は学校の時に、市の公書、得た否認というような身分制度を学んだんですけれども、明治になってそれが廃止され、市民平等ということで、ずっとこの地域の、具体的に言えば、同和地区の方々が、であれば自分たちも神社が欲しいということで、明治天皇より、その請願が通りまして、で春日神社として、明治にできた神社がこの神社なんです。で、これは、神武以前の本にも書かれていますけれども、同和地区というのは、の発生が、実は日本建国と非常に、深い関係があると。で、どういう関係かと言いますと、いわゆる皇孫といって、天皇陛下の、ご親戚といいますか、取り巻き、を守っている方々を天孫族というんですけれども、その天孫族の方々が、当時、いわゆる今でいう新興宗教とか、外国の宗教が、日本で大変流行りまして、この古神道というものをずっと、古神道というのは、先祖に感謝する、宗教というよりも、道徳なんですけれども、あと自然崇拝ですよね。自然や大自然や、
先祖に、そこから生まれた先祖に、素朴に感謝をすると、いうことなんですけれども、で、それを、信仰宗教の嵐にめげずに、最初まで守ったがゆえに、多勢に無勢で、少数派になって、最終的に、周りから差別されて、まあ、それが、童話地区の始まりなんです。で、童話地区の方々は、実はそういうたっとい、先祖を持つ方々の子孫であります。あ、でも、その信仰宗教によって、差別され、神社を持つことを、長年許されなかったと。で、まあ、いわば、その、明治になって神社を持つことができたんですけれども、本来は、ここの地区の方々が一番神社と、いわゆる古神道と古い関わりのある神社であるという、人たちであると思います。まあ、場所は言いませんけど、この地区は童話地区なんだそうです。で、2000年にわたって、誠に遺憾ながら迫害され、差別され、念願かなって、やっと明治になって、ご先祖に対して名誉が回復され、そもそもの、この古神道の中心であられた、この童話地区の人たちが、の名誉がそれによって、ある程度回復、願いが叶えられたということだと思います。まだまだ、童話に対する偏見とか、誤解がたくさんあるんですけれども、我々はこの旅を通じてですね、山本先生が明らかにされた、決して死の交渉、そして得た否認と言われた童話の方々ではなくて、本来はたっとい方々の子孫であったということを、これから明らかにしたいと思います。で、まあ、私も個人的ないろんな経験談があるんですけれども、それはまた明日、柏原宮に行きますので、柏原宮というのは、初代天皇、神武天皇のが即位され、それを祀っておられる奈良の神社です。そこでまた、このことについて、述べさせていただきたいと思います。以上です。鴨野さんはこの地域ね、それを全部部落を調べて、そこへポストインする立役者が鴨野さん。あ、そうなんですね。すいません、やってないんですよ。素晴らしい活動ですね。そしてずっと本を配ったんだよね。まあ、その部落の問題に関してね、はい、解決策にもなり得るような、はい、山本先生のお話があって、はい、それを実際野中博文さんっていうね、部落解放同盟のトップですよね、確か。そうそうそう、ね、まあ野中さんといえば当時の政治のもう重鎮だったからね。そうですね、幹事長の頃ですか。その方に会いに行って、その方にも本を渡したんだけど、別に無反応だったそうです。結局、その話を ね、なんで無反応なんですかって、山本健三先生に僕は聞いたんですよ、ね、そしたら、いや、そんなわけはないと。そして、その時、山本健三の奥さんがね、それはちゃんと読んでると。そして、周りがね、立ち上がってくれることをみんな期待しているんやさと。だから、童話地区の人たちが、差別をやめようじゃなくて、童話地区じゃない人たちが、こんなね、ね、人の道に外れたようなことはね、そうですね、恥ずかしいことですよ、やめましょうって。そう連携しなきゃいけないと思うんですよ。なるほど。で、まさに山本健三先生は別に部落出身じゃないし、まあ、立派な活動ですね。歴史の古代史の研究を通じて、その童話がなぜ発生したかってことに気づかれたんですよ。なるほど。だから、まあ、今回のこの旅は、そういう啓蒙運動を起こすというところにも結びつけたいんですよね。ですね、わかりました。詳しくその地域調べて、この辺りね、鴨野さんで10人くらいの弟子がポストインしたんです、その地域ビラを作ってね。偉いですね、素晴らしいな。先生がビラ作ったんですよね。素晴らしい活動でした。でそれでね、童話地区の人たちがね、立ち上がってくれないかなってことを多分期待したんですよ。あ、芦原神宮ちょっとごめん、行ってみよう。